ビルヘルム・キュンはデンマークの風景画家である。デンマークの美術史において19世紀初めのデンマーク黄金時代と呼ばれる時代の後の画家で18世紀後半のデンマークの芸術運動、近代の突破の間をつなぐ時代の画家である。美術学校で教え女性のための絵画学校ではアンナ・アンカーラを育てた。コッペンハーゲンに生まれた。両親に 芸術家となるのを反対され、商業を学ばされるが、その後、同伴画家、ホフマンの下で学ぶことは許された。1836年に、デンマーク王立美術院で学ぶことができ、1840年に、石膏モデルのクラス、1841年にモデルを描くクラスに入り、デンマーク黄金時代の画家、エッカースベルグを推進した。 美術史や批評家のホイエンの影響も受けた。1843年に人物画で展覧会で入選したが、その頃、デンマークで盛んになってきた風景画に展示、ボーンホルムの海岸を描いた絵を描いて出展し、これはデンマーク王立絵画コレクションに買い上げられた。1845年に展覧会、ムハウゼンスックコンコースで賞を受けた。ユトランドや、 シェラン島の北部の風景画を描いていたが、国外に出ることを望み、1848年に奨学金を得るが、デンマークをめぐる政情の不安定さから出発は1850年まで遅れた。オランダ、ベルギーを旅して1850年の春、パリを訪れ、9月にはイタリアを訪れ、1851年6月に帰国した。 その後もデンマークの風景を描き続けた。1863年以降、デンマークの夏の夕暮れの風景を題材に選んだ。シルケボー付近の風景画を描き、夏の期間はユトランド半島の丘、ヒメルビエアウェイズで過ごしその風景を描いた。1850年代から美術学校で教え始め、1870年に美術アカデミーの会員となり、 1873年から1888年の間はシャーロット展望で開かれる展覧会の委員を務め、1877年のパリ万国博覧会の展示委員も務めた。フランスなどで学んだ若い芸術家と対立することもあった。1882年にベーダー・セベリン・クロイヤーやテオドア・フィリップセンの絵画を認めないことを示すために、 王立アカデミーを大会したこともあった。1871年から1895年の間、旧のスタジオは、若いアカデミーの教育に不満を持つが形が集まる場所となり、182年工人学校となった。1865年から1895年の間は、当事へを学ぶ場のなかった女性のための画学校も運営し、75人以上の 女性を教えた。その中には、アンナ・アンカー、エミリー・ムーンと、マリール・プラウラがいた。ありがとうございます。